先日ついに公開されたエルデンリング DLC シャドウオブジエルデツリーのトレーラーは、フロム患者の皆さんは当然もうご覧になってますよね。公式ホームページの情報や宮崎ディレクターのインタビューも踏まえた考察動画もすでにいくつか出ています。その上で今回私ルーチョーの動画ではそれらももちろん参考にさせていただきつつ、自分でトレーラーをコマ送りで確認しつつ発見した様々な情報を共有すべく動画を作成しました。フロムの病に罹患している人間でも気にも留めないようなものを重篤な患者の私が血眼で探してきましたので、ぜひ最後までご覧ください。その上でコメント欄でね、さらに意見を交流できるとなおのこと嬉しいです。それでは行きましょう。まずは冒頭、謎の人物の足元、モーグ戦の舞台が映し出されます。今回の DLC を進めるにはモーグ、ラダーンを撃破していることが条件みたいですね。次のシーンでは血の眉が大写しされているので、このセリフはどうやらミケランに対するイフを語っているようです。本編でもギデオンが得体の知れないミケラを恐れている描写があるので、この声も本編中のギデオンのセリフかと思ったんですが、この通りの内容のセリフは見つけられなかった上に、ギデオンの声と比較した際に微妙に違う気がしたので、新キャラもしくは語り部なのかなと思っています。あと話題になっている謎の人物、これが誰なのかについての考察は後半で言及していこうと思います。場面は切り替わり、戦機バルグラム装備のアセビトがトレントと共に影の地を疾走するシーンです。 DLC の舞台影の地はマリカが神となり黄金樹が生まれた地とホームページでも言及されています。最後にベールのようなものをかぶされたエイジが映し出されます。インタビューにて、影の地が外部から切り離され隠されている象徴としてこのベールがあると回答されています。さてベールと聞くと思い出されるのは擬態のベールです。使用することで様々な物体に擬態することができるものですが、このアイテムは別名マリカの戯れとしても知られています。神となったマリカがその力でこの地をベールで覆い隠し隔絶した、それが影の地の始まりと勘ぐってしまうような設定ですね。続いて続々と新たな NPC が映し出されます。ダイルンのようなものの前で佇む謎の騎士、赤い空の下剣を突き立て黄昏るグラディエーター、壺をめでるハーベルのような戦士、白い花が咲き狂う水面で倒れ込む白面、廃れた青暗い教会で待ち構える謎の司祭、以上5人の NPC でしたね。まずダイルーンのようなものの目の前で佇む騎士の場面について、これは自分の考察なのですが、このダイルーンのようなものはミケラが宿していたダイルーンの衣装ではないかと考えています。以前挙げた考察動画で兄弟のダイルーンの形状が似通っていること、マレニアのダイルーンと生まれなき者のダイルーンの形状が似ていること、琥珀の卵によって生まれなしたガクトたちは幼年ガクトとされていること、無垢なる黄金ミケラは永遠に幼かったこと、そして今回追加されたジェスチャー、ミケラのリングのポーズ、以上を踏まえてこのダイルーンのようなものがミケラのダイルーンの衣装ではないかと考察したわけですね。宮崎ディレクターのインタビューでも、主人公と同じくミケラの足跡をたどる NPC がいることは明かされているので、この騎士もその一人なのではないかと妄想が膨らむわけです。ならば騎士のマントに先っちょだけ出ているこの紋章も誘惑の枝や聖樹の衣装を模したものにも見えてきましたね。次は赤い空の下剣を突き立て黄昏れるグラディエーター、この一枚絵から得られる情報は非常に少ないんですが、黄金の鎧、兜から伸びた白い飾り、濃紺にも見えるマント、大ぶりの剣、これらの特徴はゴドリックをはじめとしたゴッドフレイを崇拝する黄金の一族とその騎士たちが利用している衣装に近しいです。なので黄金の一族の遠縁もしくはそれを自称している人物ではないかと考えました。まあそれはそうと気になるのは顔の横についているこの巻きぐそ、この巻きぐそは何なんでしょうか。巻きぐそが黄金の一族の証なんでしょうか。黄金の運
3人目は壺をめでるハーベルのような戦士。これも得られる情報は少ないですね。一応壺の意匠を既存の壺頭や投擲アイテムなどと比べてみたんですが、まあ全然違うので、影の血独特の製法で作られた壺なのかもしれないですね。あとは鎧についている円形の意匠、これは地下世界永遠の都に似てるっちゃ、まあ似てる意匠が存在してるので関係してくるかもしれないんですが、まあこの見た目で夜系の魔術を使いこなし、液体金属の武器を振るう女性だとしたら、相当見た目とのイメージがかけ離れますね。まあそれはそれでいいギャップ萌えとして作用するかもしれません。続いて、白い花が咲き狂う水面で倒れ込む白面。人の表情をかたどった頭装備が特徴的ですが、本編中では黄金樹勢力だけではなく、狭間の地の各所にこういった装備が見られるので、一概に「〇〇の勢力に属している NPC だ」とは言えませんね。質感としてはバレエ系の白面、編み込まれた白髪はザミエル系とも取れますが、他にも類似点のある装備はあるので微妙なところです。周りに目を向けると、狂い咲く白い花と奥に見えるトリーナの睡蓮っぽい花から、実はこの NPC はただ負傷して倒れているのではなく、眠って動けなくなっているだけかもしれないなんて妄想もできます。睡眠の状態異常が常に蓄積するマップ、腐れ湖 あ、止まんない。さらに周りを取り巻く黒い影のようなもや、これも気になります。本編では真珠島内部のエレベーター周辺や、レナラ第2段階陣、ラダゴンなんかにも謎の黒いもやが表現されています。これ意外と誰も言及してないんだけどね。さらに DLC のキーボスメスメルも一瞬黒いもやを出す描写があるんですよ。この黒いもやが何を意図して表現されているのか、自分としては宵目関連の力ではないかと考えているんですが、まあこの辺は長くなるので詳細はやめておきます。最後に、廃れた青暗い教会で待ち構える謎の司祭。教会内部の色合いや灯されている炎の色から、本編中の地下世界永遠の都に近しい場所にも思えますが、奥の窓枠の形状はレアルカリアのものと酷似しています。特徴的な四つ葉の紋章は永遠の都にも存在しているので、以前の動画で考察したカーリアと学院、さらに永遠の都との関連性を決定づけるものだったら大興奮してしまいます。続く司祭のアップも側面からの視点なので分かりづらいんですが、ローブと帽子の色味や質感、加えてちらっと見える固定部分はレナラ装備に似た印象を受けるので、夜系魔術の源流に近しい魔術師とかだとかなり熱いです。一緒に流れているセリフも、見捨てられた血、せいぜい殺し合え、黄金樹に組みせる者同士でな。なので、黄金樹と相入れない永遠の都勢力に属する人間の発言だとも捉えられますよね。DLC 序盤で主人公が出会い、この場所はお前が来るべきところではない、され、さもなくばせいぜい殺し合え、黄金樹に組みせる者同士でな、と意味深に発言しつつ、後半で真実に近づいた主人公に戦いを挑むみたいな、ダクソ3のフリーデ的立ち回りのキャラだとしたら、ファンとしてはなお歓喜ですね。セリフそのままに場面は切り替わり、ホラー映画のような廃墟、だらんと垂れた枝、日が当たらず不衛生で湿った沼地に立地した廃墟は日陰城を彷彿とさせます。毒沼、腐れ湖、このシーンでトレントを狩る汗人の装備、最初は猛禽装備に見えたんですが、寄ってみるとマントの下は素肌っぽいんですよね。これが間違いでなければ、フロムは裸マントという高度な露出狂装備を爆誕させたことにあります。ありがとうございます。あと、これも寄ってみないとわからないんですけれども、廃墟の前に大量の鳥のような影が並んでいるんですよ。意図は全くつかめないんですが、この廃墟の主の使い魔なのかもと考えています。お次は廃墟と同じ色味の男女の肖像、主のありし日の姿でしょうか。左のおじいちゃんは後で登場する串刺しおじいちゃんやと思います。マントを留めているブローチとか、めっちゃわかりやすく同じように描かれていますからね。この串おじいちゃんが北欧神話のオーディンをオマージュしているとすれば、さっきの廃墟外の鳥っぽい影は眷属のカラスをモチーフとしたネタになってくるのかなとも考えられますね。
そしてその横から不死爺の肩に手を優しく添えておられるこの女性、すらりと伸びる細い指、通った鼻筋、そして特徴的なちょっとウェーブした黒髪、顔は描かれてませんが間違いなく美人さんでしょう。ここからは妄想なんですが、この黒髪美人さん、実は良い目の女王なんじゃないかなと期待しています。というのも本編で登場するキャラで黒髪の人って実は珍しくて3人くらいしかいないんです。まあその一人がネフェリ、まあ彼女はウェーブヘアっていうよりかは髪チリチリの褐色肌元気っ子なのでちょっと印象とは違うんですが、残りの2人が重要で、それがレナラとラニです。レナラは髪の毛を帽子の中にまとめているので見えづらいんですが、確かに黒髪で、レナラの娘、我が伴侶ラニ、書院奥に隠された元々の彼女の髪色は赤なんですが、人形のラニ、実は黒髪があるんです。何言ってんだおめえ、人形のラニは青髪じゃねえかと思った方、ではこちらをご覧ください。ドン。ほら黒髪がチラチラ見えるし、やんわりウェーブしてるでしょ。これ公式の初期のトレーナーでは黒くなっていないので意図されていると思うんですよ。以前の考察動画でもお話ししたんですが、カーリア王妃は良い目の末裔で、ラニには良い目の力が権限していると考えています。黄金樹から逃れるため、その身を捨て生まれ変わった人形の体が良い目の力の影響で一部黒髪に変化していると考えたら、ちょっと面白くないですか。もっと言うと、ラニの人形のモデルとなった秘密の師匠、謎の雪魔女こそが弱っていた良い目の女王の分身体で、良い目の力を秘めたラニの前に現れて幼い彼女を強く鍛えたとしたら、かなり熱い伏線回収ですよね。いや、この辺は裏ボスで出てきて補完してほしいところです。さらにマリカがマリケスによって良い目の女王から死の力を奪った後、黄金の時代が始まったとされていますから、今回の DLC の設定とも噛み合います。また良い目の女王を倒した後、ベールによって影の稚児と良い目の力と死の力を封じたと考えると、ホーラルーを率いて巨人と火の悪人を釜に封じた流れとも合致してきて、より一貫性が出てきますよね。他にも良い目の女王がお腹を抑えているのは実は身ごもっていて、生まれてきたその子こそマリカで、父のクシジーと母たる良い目の女王をほふることで神になったとかいう神話っぽい展開とかも浮かんできちゃって、もう妄想とワクワクが止まりません。はい、ということでね、本当は一つの動画でトレーラーの全部を解説考察していきたいと思っていたんですが、まあこのまま最後までいくとね、かなり長くなりそうなんでね、トレーラーとホームページから用意した画像が90枚近くあるんですけど、ここまで4分の1くらいしか使えていないので、まあなので3つか4つの動画に分けて投稿しようと思います。今週中にね、次の動画も仕上げるので、気に入っていただいた方はぜひ次の動画も見てください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆうくは寝る時間、おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。